久保さん。<laughs> まあ平均年齢ね、これからも伸びますよね。これからも伸びる。間違いない。まあ考えれば分かることで、あの、なんだ。まあ医療がね、これからもね、進むわけじゃないですか。技術が。ね、昔できなかった、治せなかった病気を治せるようになってきてるんですよ。 今治せないけど、10年後には治せる病気になってるかもしれないし、まあコロナも20年後には、なんか薬、ワクチン、なんか絶対効くワクチン出てるかもしれないし、35年、でもかんないですけどね。まあとりあえず進化はしてるんで、iPhone も進化してるでしょ。うん。全部進化してるんですよ。でね、全部進化してるのに、あなただけ進化してないんですよ。いってらっしゃい。